とはまだ先です。第一チェックポイントの郡上市しどとりです。午後4時40分、制限時間の3時間以上前に桑原さんが姿を現しました。1時間で10キロを上回るハイペースです。この先は標高900メートルに至る高地に入ります。夜通し走るために防寒対策は欠かせません。はい、いってらっしゃい。どっち行けばいいんだ。行ってきます。桑原さんから遅れること2時間弱小谷さんも第一チェックポイントにやってきました。制限時間の夜8時まで残り1時間半順調な滑り出しです。どうですか、調子は。調子バッチリって言いたいんですけどね。まあまあ100キロ超えるとやっぱり予想通りきついですね。だいぶ小さいところなんですけど、この先夜明けまでが最も脱落者の増える時間帯です。果たして小谷さんは夜を乗り切ることができるでしょうか。桜道を完走。昨年は24時間走の日本代表にも選ばれた桑原さん。マラソンは今や生きがいです。でもそのことを一番身近な人に分かってもらえず悩んでいました。その相手は桑原さんの実の母親です。マラソンを始めた時から桑原さんが走ることに反対しているのです。大反対でした。大反対というか、あんまり話を聞きたがらないんです。今でもそうですけど、私のマラソンの話とかは聞きたがらないです。もうだから家ではなるべく膝が痛いとか腰が痛いとかどこかしらが痛いとか調子悪いとかを言っちゃうと、もうそんじゃやめなさいって言うから言わないです。まあ親としてはあんまりやると体を逆に悪くしちゃうんじゃないかっていうこともあると思います。うん、それで多分それが一番だと思いますね。またあんな風に入院しちゃうとね、大変だしっていうことが怖いんだと思います。5年にわたる闘病生活を支え続けた母親、マラソンに挑む娘の姿に目を背けたくなる気持ちは桑原さんも分かっています。だからこそマラソンの苦しさと病気の痛みは全く違うことを母親に知ってもらいたいと桑原さんは思っています。終わりがあるじゃないですか。完走できたっていう喜びが待ってるけど、病気はもう終わりがわからないですよね。いつ治るかとか、このまま治らじゃないかとか、悪い方ばっかりに考えるんですよ。だから全然違いますね、マラソンの苦しさ。今こうその入院生活での辛い苦しいっていうのとはまた別の辛い苦しいを今楽しんでるような気がします。
中中中ね、ちゃん。エイドに到着した桑原さんにカメラを向ける人がいました。マラソンにかける思いを母に伝えたい、そんな桑原さんの悩みを聞いた友人が撮影を買って出たのです。桑原さんは自分にとってのマラソンが苦しみだけではないことをこの映像で母親に伝えたいと思っています。第二チェックポイントの高山市小川です。桜道のルーツとなった小川桜が今年もランナーたちの健闘を見守ります。深夜0時、小谷さんがやってきました。おー、143キロ回してるよ。制限時間は午前2時。今度は2時間前に着きました。出てきます。気温はついに氷点下となりました。今までレースで経験したことのない寒さが小谷さんを襲います。ここからが本当の挑戦です。さんの次女、あゆみちゃんです。生まれた時から障害があります。この春からあゆみちゃんも新たな挑戦を始めていました。家から離れた支援学校の中学部に通うようになったのです。に挑む自分の姿がこれからさまざまな扉を開いていくあゆみちゃんへのエールになればと思っています。困難があってもなんとかそれを切り開いていく、状況が追い込まれても諦めずに諦めない前へ進んでいくという姿を、まあゆみなんかには話しても言葉ではなかなかやっぱり伝わらないけど、僕自身がそういう頑張ってる姿を見せて感じてほしいし、まあ、そういうのを自分の役割として、まあ、ちょっとでも見せることができたらなとは思ってます。桜道に向けて3ヶ月前から練習を積み重ねてきた小谷さん、帰宅後トレーニングに出かける父親をあゆみちゃんはいつも見送ってきました。頑張って。